さて、それでは夏の戦略について、こちらから紹介をしていきたいと思います。えー、まず、入試合格に近づく、模試の活用法。いい、えー、判定や特定、特典に、一喜一憂せず。ね、してる人いない偏差値いくつとかで盛り上がったり、しょんぼりしたりとか。で、入試本番の合格を見据えた、戦略的な実力増強に努めましょうと。あのね、模試 どの先生も同じことをおっしゃると思うんですが、必ず見直しをやってね。で、解き直しもやっぱりやるべきです。で、模擬試験受けて回答解説何らかで手にすることになると思うんですが、あの模試の回答解説の冊子は本当によく作り込まれてますので、例えば、今みんな仮に高校3年生だとして、で、本当に時間がない人いるよね。 あのそれこそやることがいっぱいでもうなかなか手につかないあ,のあれもこれもやんなきゃいけないでねあの僕よく生徒に話すんだけどどんなに時間がなくても解答解説をせめて読んでくれと言ってますでそれくらい成績より僕はそっちの方が重要だと思うのよ是非参考にしてください。でまずこちらね えー、もしを受けるときに、まあ、その当日の取り組み方、えー、入試本番のつもりで行きましょう。 ね。あの友達とワイワイ行くんじゃなくて、やっぱ本番の気持ちで行ってほしい。で、緊張感を持って受験し、で、最後の1秒まで諦めずに考え抜く。まあちょっと予断的な話になるけれども、休み時間もぜひ全力で活用しようね。終わった試験のことを話す人結構いるでしょ。あれ回答なんだったみたいな。で、そんなことをやってる暇があったら、次の試験に向けてのことを考えた方がはるかに効果的ですので、ぜひ参考にしてください。 で、まあ、受験が終わりました。で、この復習解き直しね。もちろん解き直しはできた方がいいに決まってるからね。えー、解説を読んで復習し、いいまずはこちら。あのね、自分の力が足りていないところをしっかり把握してください。えー、一言で言うと、罰がついたところ、もしくは書けなかったところって、まあ、ちょっと失礼な言い方すると力ないんだよね。その点について。あともう一つ。 模擬試験で、例えば国語で記述型の模試を受けると、 えー、バツじゃなくて三角がよくつくよね、途中点。で、生徒の話を聞いていると三角だからまあまあ書けたという言い方する人結構いるんだけれども、えー、我々からすると三角は残念でしたっていうよりは大幅にかけています。ね、ちょっとドキッとするかもしれないけど、やっぱ大幅にかけてる。じゃあ、なぜ丸に届かなかったのかを考えてほしいと思います。だそれは、やっぱり実力、まあもう本当失礼な言い方だけど、力がない部分があったわけじゃん。単語が分かんなかったの。 かかか文脈が見えなかったのかもしかしたら風邪ひいてただけかもしれないでもいずれにせよ足りていなかった部分があるんだからそれを洗い出してで修正しなきゃいけないよねはいこちら、えー、知識の再確認をする例えばそれこそ風邪ひいてたんだったら体調管理だって実力のうちだからねまああの模試が終わった後に風邪治しても仕方ないかもしれないけど次に引かないようにしてくださいさあ次いきますで 弱点ってね、やっぱあると思うのよ。例えば、古文が苦手ですとか。ね、そしたら、模試の結果を元として、えー、自身の弱点となる分野や、やっぱり重点的に取り組むべき、その分野が見えるよね。はい。それを見つけて、入試本番までの学習の進め方を再度検討し、実行していく。えー、次はね、先生によっておっしゃることちょっと違うかもしれないけど、僕の言い方ね。 得意な分野ってね、もういいのかなっていう気がします。多分そんなに簡単に間違えないから。例えば単語のテストやりました。3回やって3回丸取ったのものって多分もう間違えないでしょう。だったら、 苦手なものを埋めてった方がはるかに効果的です。で、あの、特に現役生、まあ今、高校3年生という前提で話してるけれども、あの、現役生、高校生の場合は、時間がかなり限られているはずだから、効果的にやらなきゃいけないよね。だから、模擬試験受けて、一言で言うと、できてないところを洗い出して、それを次から次につぶしていくという意識を持ってほしいと思います。ね、もう少し話したいので、映像をめくります。 はい、今度はこちら、えー。入試合格レベルの力をつけようということで、まずは基礎知識、問題演習を通じて、いい使える知識を身につけてください。えー、単語もね、ただ単に、じゃ例えば、 あわれなり、イコール、趣き深いじゃなくて、あわれなりがどういう単語なのかが分かってないと使えないでしょ。だから、単語帳とかを使うと例文とかが出ているはずなので、例文を使いながら、ちゃんと体に染み込ませる。そして、使える知識にしてください。いい使える知識にしてください。で、次。文脈把握のトレーニングということで、やっぱり、経験を多く積む。そして、やっぱね、時間制限。 に対する意識は、まあした方がいいだろうね。ゆっくりね、精読するトレーニングも必要なんだけど、でもさ、入試って時間との勝負じゃん。例えばセンター試験とかなんか本当にそうでしょだから、えー、時間配分のトレーニングも必要になってくるので、やっぱり素早く処理する能力は身につけていってください。あとは回答作成について、必ず実際に 手を動かす。いいね。僕の言い方だと、丸抜よりも、なぜを大事にしてほしい。ね、だから、変な話、間違って全然構わないので、自分なりに解いてください。そして、これ。 回答例と自分の答案を見比べて、そして自分で自分の答案を添削する。いい、すごくいいトレーニングになるよ。なぜその一言が書けなかったのか、なぜその表現をうっかり入れてしまったのか、えー、自分で自分の答案を客観視するというのもいいトレーニングになりますので、ぜひやっていってね。さあ、そして現代文、古文、漢文はバランスよく取り組んでいってほしいと思います。 いいね。あの苦手な分野作るとやっぱり不利になりますのでバランスよく取り組んでいってください。そしたらこちらの説明は終わりたいと思います。